バージニア大学は、アメリカ合衆国バージニア州シャーロッツビルに本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1819年に設置された、トーマス・ジェファーソンのサインパブリック、アイビーと称される、米国屈指の名門大学の一つであり、その中でも常に、トップに位置する長男観光である。アメリカの州立大学では、カリフォルニア大学バークレー校、ミシガン大学、 カリフォルニア大学ロサンゼルス校に匹敵する名門校として知られている。アメリカ合衆国建国の父であり、独立宣言の起草者で、また、第三代アメリカ合衆国大統領でもある、トーマス・ジェファーソンによって創立された。ジェファーソンは、自ら大学の教科課程や、建築の原型を草案し、生前自分の墓に、バージニア大学の父という言葉を、 自分の三つの功績の一つとして刻むことを頼むほど大学を誇りにしていた。ジェファーソンの伝統を受け継ぐバージニア大学は現在アメリカを代表する最高峰の高等教育機関の一つとして有名である。アメリカ大統領をはじめ多くの政治家、法律家を輩出してきた。世界でも極めて評価が高い政治、経済、法学の分野を代表に 幅広い分野の学問を提供し、そのほとんどが大変に高い評価を受けている。時代を牽引するリーダーを養成するというトーマス・ジェファーソンの見学の精神は今も引き継がれている。また、バージニア大学の合格難度は至極最高レベルで世界各国から選び抜かれた最も優秀な学生たちが学問やスポーツに打ち込むため多くの著名な政治家や 法律家だけでなく、プロスポーツ選手も排出している。バスケットボール、ベースボール、テニス、ラクロス、サッカーにおいては、全米チャンピオンに輝く、超強豪校である。バージニア大学のキャンパスは、歴代、全米で最も美しいキャンパスと称されるほど、美しいことで有名である。キャンパスの荘厳な、美しさの中には、 伝統をもんじる格式の高さ、気品の高さと、重厚さにあふれた興風が息づき、受け継がれている。1987年には、モンティチェロと合わせて、シャーロッツビルの、モンティチェロとバージュニア大学として、世界遺産に登録された。シャーロッツビルは、リバンナ川を望む丘にあり、英国王ジョージ3世の妻シャーロット・オブ、メクレンバーグストレリッツにちなんで名付けられ、 18世紀頃から町として形成された。学生の知性と、活気、伝統、美しい自然の三拍子揃った街であるシャーロッツビルは、2004年には、シティーズ・ランクとアンドレーテッドにおいて、気候や物価など、総合的な評価で、アメリカ国内で、最も住みやすい都市に選ばれた。まさに学生生活を送るのに、 最適な環境である1819年に創立されたが、最初の学生が入学したのは1825年の3月であった。ジェファーソンは、翌年亡くなるまで近くの自宅モンティチェロで日曜日に、教授と学生のために、夕食会を開いた。その学生の中には、エドガー・アランポーもいた。バージニア大学は、トーマス・ジェファーソン以外にも、 大統領を含む多くの政治家たちにより作られ、また同時に排出してきた。1826年、第4代大統領ジェームズ・マディソンが、大学の学長となり、同じ時、第5代大統領ジェームズ・モンローは、大学の評議会のメンバーであり、また学内に家も建てていた。第28代大統領ウッドロー・ウィルソンは、バージニア大学のロースクールに通い、 大統領候補で暗殺されたロバート・ケネディとその弟、エドワード・ケネディも同じロースクールを卒業した。その他に3人の合衆国際高裁判所裁判官、2人の軍医総監、会議長、上院多数党院内総務、国務長官、国防長官、エネルギー長官、運輸長官、財務長官、海軍長官、そして欧州連合と、来た。 大西洋条約機構の事務総長などを排出している。パブリック・アイビーとはバージニア大学を表すためにピューリッツァー賞受賞者でノーベル賞受賞者でもあるウィリアム・フォークナーによって作られた言葉である。アイビーリーグがまだ北東部で作られ始めたばかりの時期であった。当時バージニア大学は学部の一部をコーネル大学のように私立化し、 アイビーリーグに入ることを検討していた。フォークナーは後に大学での住み込み作家として1962年に死ぬまでオフィスを開いていた。1950年まで白人のみが、また1970年まで男子のみしか入学が許されなかったが、現在バージニア大学は非常に人種多様な大学となっている。 2008年卒業予定の入学生の割合は、黒人が10%、アジア系が14%、ヒスパニック系が5%、その他が5%である。海外からの学生も5%いる。自分自身を白人だと答える生徒の割合は3分の2以下になっている。2004年、バージニア大学は、公立の大学として、アメリカで、 初めて個人からの寄付金の合計が、大学のある州からの助成金を上回った。現在、バージニア大学とバージニア工科大学、ウィリアムアメアリー大学の参考は、現在衆議会が直面する、予算削減に関わらず自由な経営を目指すための、チャーターイニシアティブに取り組んでいる。2017年8月、ユナイトザ・ライトラリー集会の前夜、 シャーロッツビル氏が原村の南軍戦士の像を完全撤去することを決定した後、学生ではないヒバージニアの白人主義者のグループが、松明を持って、大学の芝風広場を更新し、反ユダヤ主義やナチスのスローガンを唱えた。デモ隊は、ロトゥンダ前のトーマス・ジェファーソン像の近くで学生の抗議者と喧嘩になり、一名の死亡者を出す騒動となった。 パンテオン・ジェファーソンは、政治家だけでなく、建築家としても偉大な功績を残しており、バージニア大学の建物もジェファーソンによりデザイン、されている。ジェファーソンは大学を、アカデミカル・ビレッジと呼び、教師と学生が、共同体として学び合う大学を理想とした。また、バージニア大学では、学内の敷地をキャンパスとは呼ばず、 グラウンズと呼ぶジェファーソンのデザインは、ローンと呼ばれる大きな芝生のエリアを中心に学生及び教授の住居や教室が囲む形となっている。中心となる建物は、ロタンダと呼ばれ、ローンの北側に位置している。ロタンダは、ローマのパンテオンをモデルに作られ、大きさは、その約半分でデザインされている。ローンとロタンダは、多くの大学の建築に参考とされ、 デューク大学の東キャンパスやマサチューセッツ工科大学のキリアンコートなどにも応用されている。ちなみにマサチューセッツ工科大学はバージニア大学の教授であったウィリアム・バートン・ロジャースによって設立された。ジェファーソンがデザインした創立当時の建物についてはバージニア大学の教員であったフランク・ E ・グリーザード・ジュニアが詳しい本を書いている。 ロタンダの両端からは芝生を囲うように東西に5個ずつ、計10個のパビリオンが建てられ、その間を学生の部屋がつなげている。それぞれのパビリオン異なった建築スタイルを持ち、その後ろにはサーペンティンウォールズと呼ばれるジェファーソニアン建築独特の波形のレンガ壁によって囲まれたガーデンがある。現在、バージニア大学はジェファーソンの自宅。 モンティッチェローと共にユネスコの世界遺産に登録されている。アメリカで登録されている世界遺産の建築は他に自由の女神など3点しかなく非常に価値の高いものである。1851年から大学の成長に伴うスペースの不足を補うためロタンダは増築されたが1895年10月27日増築部分から火災が発生し 火災からロタンダを守るために教授、ウィリアム、レディ・エコレズは、約4 5ラムのダイナマイトを投げ、ロタンダを増築部分から切り離そうと試みたが、逆にそのダイナマイトによってロタンダそのものも消失してしまった。大学は、当時有名な建築家であったスタンフォード・ホワイトに、ロタンダの再建を依頼した。ホワイトは、増築部分は再建せず、 代わりに、ローンの南側に新しく3つの建物を建設した。また、ロタンダの内装もオリジナルの3階建てではなく2階建てとした。アメリカ合衆国独立200周年に合わせ1976年、ロタンダは、ジェファーソンのオリジナルのデザインに修復された。元通り3階建てに戻されたロタンダは、ジェファーソンの誕生日4月13日に、再び開放された。 200周年記念を祝うためにアメリカを訪れていたイギリスのエリザベス2世以上はアローンを散歩しロタンダのドームルームで昼食をとった1994年には秋人天皇と美智子皇后が訪れ1998年にはダライラマ14世とデズモンド・ヌピロツツが大学によるノーベル賞受賞者のための式典に参加した現在ロタンダのドームルームは 学位論文の発表を行う場でもあり、またロタンダの階段では、アカペラのコンサートなど様々な行事も開催される。サーペンティンウォール他の評価専門大学院、バージニア大学のスポーツチームの愛称は、キャバリアーズである。マスコットは、バージニア州に、古い領地という愛称がついた時代の騎士である。当時バージニア州は、新京都革命時代のイギリスの王政支持者が多く、 キャバリアーと呼ばれる騎士が存在していた。もう一つの非公式なニックネームにワフーズがあり、省略してホースとも呼ばれる。もともと学生の間だけで呼ばれていた愛称だが、今ではワフーズとホースどちらもメディアにより使われている。バージニア大学は1953年からアトランティックコーストカンファレンスと呼ばれる全米語、大スポーツリーグの一つに所属している。 ACC はバスケットボールの競合校が多く全米ナンバーワンのバスケットボールカンファレンスと称されている。バージニア大学は男子スポーツにおいて ACC 最多の全米チャンピオンを獲得している。また女子スポーツでも ACC で2番目に多く全米チャンピオンに輝いている。最近では男子バスケットボールチームが NCWA トーナメント優勝。 ベースボールチームがカレッジワールドシリーズ優勝と共に全米チャンピオンになっている。また、テニス、ラクロス、サッカーも強く、いずれも何度も全米チャンピオンに輝いている。男子テニスチームは2013年、2015年、2016年、2017年に全米優勝を果たしている。男子サッカーチームは7度全米優勝し、 そのうち温度は連続で優勝している。男子ラクロスチームも1972年、1999年、2003年、2006年、2011年、2019年、2021年に全米優勝し、女子ラクロスチームは1991年、1993年、及び2004年に全米優勝した。また、2015年には、 大学の男子スポーツ全体が全米最優秀スポーツプログラムに選ばれている。大学で最も人気のあるスポーツはフットボールでこれまでに2度の ACC チャンピオンに輝いている。特にノースカロライナ大学との試合は南部で最も古いライバル対決と呼ばれている。しかし現在最も白熱した試合は同じ州内のライバルバージニア工科大学との コモンウェルスカップである。バスケットボールもまた人気のあるスポーツである。1980年代にはバスケットボールの名門デューク大学よりも強く ACC での総合勝率もノースカロライナ大学に次高さであった。1990年代以降成績はリーグの中盤まで下がってきたが、 2006年屋内競技用のアリーナジョン・ポール・ジョーンズ・アレーナがオープンし、また2009年からはワシントン州立大学から新監督を迎えるなど、プログラムの強化が図られ、NCWA トーナメント優勝、ACC トーナメント優勝、ACC レギュラーシーズン優勝を成し遂げるなど、競合校として復活している。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。